さあ、そして本日の試合から選手が着用するユニフォームの上にトライテラスのロゴマークが入り、大きな後押しを受けながら J1 の舞台を戦ってまいります。さあ、そこで本日は株式会社トライテラス代表取締役坂本光英様にご来場いただいております。坂本社長、どうぞ大きな拍手でお受けください。どうも、こんにちは。もちろんね、皆さん今の CM をご覧になって、ご存知かとは思いますが、トライテラスはどういった会社なのか教えてください。コマーシャルでも流れました通り、当社は LED と、当社独自の、技術を使った照明製品を製造販売している会社でございます。今回ベルマーレを支援していただくきっかけっていうのはどういう感じだったんですか？皆さんも新聞でご覧になれた通り、一つは梶川選手のベルマーレのここ空いてますというパフォーマンスに食いつきました。やっぱそうだったんですね。その後どんな感じだったんですか？その後ですね、ちょうどその前になるんですかね、真壁社長から熱烈なプレゼンテーションをいただきまして、非常にベルマーレと、共通できる部分が多くて、決めました。ありがとうございます。それでまた複数でヘルプしていただけるんですよね。頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあ、それでは今日もスタジアムに駆けつけてくれた多くのサポーター、そして選手へのメッセージをお願いします。皆さん、はじめまして、トライテラスの坂本と申します。昨日からの皆さんのコメントを見て、私自身非常に感動しております。今年は皆さんと一緒に、頑張っていきたいと、戦っていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上、株式会社トライテラス代表取締役坂本光英様でした。ありがとうございました。